市のさまざまな情報を毎月お届けしている広報松坂。このほど三重県広報コンクールで最優秀の特選に選ばれました。三重県広報コンクールは市町の行政情報に関する広報全般の充実や技術力の向上を目的に毎年開催されています。今年度は広報誌部門や映像部門などに19の市町から50作品が出品されました。このうち松阪市は広報誌部門で特選を受賞しました。特選は松阪市でございます。コンクールに出品したのは昨年9月発行の広報松阪です。審査では全体的に爽やかなイメージでデザインされていて好感が持てる、素晴らしい取材力とデザイン力で写真も美しいなどの評価が得られました。表彰式の後には表彰された市町の担当者が制作過程を発表しました。松阪市の職員も広報誌を作る上で日頃気をつけていることや紙面レイアウトの方法などを発表しました。宮部市で初めての開催でしたので、松阪市が広報コンクールで特選を受賞したのは今回が初です。これからも読みやすい伝わりやすい内容で広報誌を皆さんにお届けしたいと思っています。